皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。志を立てて何かを始めるときに必要なことは何でしょうか。多くの人はその一歩を踏み出すための励ましが必要ではないでしょうか。フィリピの教会といっても街道があってたくさんの信徒がいて何かをする場所もあったわけではありません。そんな中で主が志を立てさせてくださってなさせてくださることは何だったのでしょうか。そのために必要なことは何だったのでしょうか。今日は9月6日、聖書箇所はピリピ人への手紙2章19節から30節、タイトルは自分が死んで人を生かす誠の使命者の生き方です。今日も御言葉に耳を傾けてまいりましょう。ピリピ人への手紙2章19節から30節、しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかし、テモテの立派な働きぶりは、あなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。ですから、私のことがどうなるかが分かり次第、彼を使わしたいと望んでいます。しかし、私自身も近いうちに行けることと、主にあって確信しています。しかし、私の兄弟、同労者、戦友、また、あなた方の使者として、私の窮乏の時に仕えてくれた人、エパフロデとは、あなた方のところに送らねばならないと思っています。彼は、あなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主に会って彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。遠くの親戚より近くの友と日本ではよく言われます。箴言の27章10節では、近くにいる隣人は遠くにいる
兄弟に勝ると言われています。何を言おうとしているのでしょうか。親戚や兄弟とは付き合わない方が良いと言っているのでしょうか。当てにならないということでしょうか。そして近くにいる友達の方が役に立つ、頼りがいがあるということでしょうか。大切な家族関係を否定するかのような、そのように消極的な意味で捉えられやすいこの言葉ですが、少し見方を変えるとこういうことになるでしょう。つまり近くか遠くかという視点だけで見るのです。頼りになり、助けになる、また励ましになるのは遠くにいる人ではなく近くにいる人であるということです。それが友達であろうが家族であろうが、その距離に視点を合わせてみるのです。獄中書簡と言われるピリピ人への手紙です。パウロがローマに捕らえられているときに書き送った手紙ですので、パウロはピリピの人々に会うことができずにいました。そのことがどれほどパウロにとって申し訳なく気の引ける思いであったことでしょうか。それで自分が行くことができない代わりに二人の人を使わすことを考えているのです。一人はテモテ、もう一人はエパフロデトです。テモテは20節、私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配しているものと言われています。そしてエパフロデトも25節で、私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の困窮の時に仕えてくれた人であり、フィリピの人々に会いたいと切に求めている人でありました。こういう人たちを送ることは心配事が減り、あるいは励ましが増えるということであるとパウロは理解していたのです。私たちは誰かから遠くにいるときに、あなたのことを心配していますよ、頑張ってください、遠くからあなたのことを祈っていますと言われて励まされることがあるでしょうか。たとえそれが心の底からの言葉であったとしても、その遠くにいる家族や友にそれが本当にどれほど大きな、また強い励ましと慰めとなることでしょうか。もちろん私たちは信仰によってそうなのだということは否定しません。遠くにいる宣教師たちはそうして私たちの祈りを信じてご奉仕してくださっていますから。しかし本当の励まし、本当に心配が減り悲しみが減るのは、誰かがそばにいてくれることではないでしょうか。パウロはテモテを送ることで、またエパフロデトを送ることでフィリピの教会を励ましたいと思いました。本当は自分が行ければ一番良いのですが、それが叶わないなら同じ心を持つ同労者が行ってくれることで少しでも励ましを与え、心配と悲しみを軽減することができると考えたのです。もう一つ気づくことは、御心を示され志が与えられるならば、それに取り組むためにも励ましが必要であるということです。そして独りよがりの志ではなく、主の御心としての志であるならば、そのためには同労者、協力者、励まし手が与えられるということではないかと気づかされるのです。私もいつも気をつけていることがあります。それは何かのミニストリーを始めたいですと言ってくる人に、誰か一緒にしてくれる人、助けてはいますかと聞くのです。大抵ちゃんと助けてがいます、
それがそのミニストリーが長続きするためであり、また独りよがりではなく主にある兄弟姉妹との共同の業であるということ、教会を立て上げることを意味していると理解しています。パウロもいつも同労者をそばに置いていました。テモテもエパフロデトもその一人でした。そして今度は彼らがピリピの兄弟姉妹たちが主の御心に従って志を持って始めることの励ましとなるのです。遠くで口で言っているだけでは届かない励ましがあります。あなたもそのような近くにいる励まし手となっているでしょうか。また近くにいる励まし手を持っているでしょうか。パウロ、テモテ、エパフロデト、そしてピリピの兄弟姉妹たち、彼らの一致した主にある働きが始まろうとしています。なんという美しい光景でしょうか。ある者は牢獄の中から祈りを持って励まし、ある者はそのところに使わされて共にいて励まし、ある者は実際に志を与えられてミニストリーに取り組みます。それが一つの教会としての一致した姿ではないでしょうか。お祈りいたします。共にいてくださる主よ、誰よりもあなたが私の励まし手となってくださっていることを心から感謝いたします。私よ、私に地上での助け手としての兄弟姉妹を与えてくださっていますことをありがとうございます。主の教会を立て上げるために、私もまた兄弟姉妹の励まし手となることができますように、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。